みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。監督、なんで豪炎寺を追い出すんですか？必要ない。ただそれだけよ。あのな！もうやめろ。そんなことをしても、豪炎寺は戻ってこないぞ。染めようか。遠藤くん。遠藤、豪炎寺は？行っちまった。なんで止めなかったんだよ。あいつは絶対戻ってくるよ。なんだよ、豪炎寺のやつ一人でゲームセットか。違う、別れはゲームセットじゃない、出会いのためのキックオフだ。北海道白練中のエースストライカー吹雪四郎をチームに引き入れ、戦力アップを図れ。シロって誰だ？なんで響さんはそいつをチームに入れろって言うんだ？あ、わかりました。熊殺しの吹雪？一試合10点、たった一人で叩き出した。熊よりでかい？ブリザードの吹雪って異名を持つ。噂ばっかりでやんす。いや、これで吹雪シロのことがわかったって言えるの？でもこれが限界なんです。画像も公式記録も何にもなくて。なぜフットボールフロンティアには参加しなかったんだろうか。さあ、よし、この目で確かめてやろうぜ、その吹雪ってやつの実力を。伝説のエースストライカー吹雪ってどんなやつだと思う？うちのエースストライカーは豪炎寺に決まってるだろ。ああ、うん。ああ、スミス。パパが見つかった？あっ。
謎の宇宙人たちにさらわれていた財前総理が解放され無事に保護されました。しかしこの数日間どこにいたのかなどの詳細は明らかになっていません。よかったじゃない、お父さんに会えますね。東京には戻らないよ。あんな奴らは絶対許せない。みんなと一緒にサッカーで戦う。エンド、一緒に戦おう。よし、地上最強チームになろうぜ。起きて。お父さんに会わせてやってくれって遠藤くんが。わかったよ、遠藤。何があったの？何も覚えていないんだ。でも心配しなくていい。ここにいれば安全だ。スミスから聞いてるでしょ。私稲妻キャラバンに参加する。エイリア学園を叩きのめすために。ダメだ、危険すぎる。やっぱり。パパ、何があったの？危険すぎるんだ、あれは。日本を、いや、世界をも揺るがす最悪が始まろうとしている。だったら、なおさら稲妻キャラバンに参加する。そんな時に守られてるだけなんて嫌だ。トウコ、お前はまだ。子供だから何もできないなんてことはない。遠藤たちはやろうとしているよ。エイリア学園を倒そうとしている。エイリア学園を。君が遠藤君か？はい。うん、いい目をしている。私は私でできるだけのことをする。だから君たちも力を貸してほしい。わかりました。あんな連中に負けません。パパ、行ってくるね。ありがとう、エンド。よし、出発だ。どうなさいました？いや、自分にもあれくらいまっすぐだった時代があったなと思ってな。いえ、総理は今でもまっすぐでいらっしゃいます。まっすぐでいるのは難しいんだよ。なんで止まったんですか？狭いバスに乗ってばかりじゃ体がなまるわ。トレーニングをしましょう。皆さんのためのトレーニングメニューもあります。やったー。おい、みんな。いいわ。だったら自主トレをしてもらうわ。この山の自然を相手に。監督のメニューよりはマシだろうさ。そうっすね。よーし、山だ、自然だ、特訓だ。稲妻
一ノ瀬、行くぞ。おう、どりゃ。冷たいっすよね。高円寺さんはあんな簡単に出ていけやなんて。次は俺たちでやんすかね。やめてくれっす。気合入ってる。高円寺のことが気になっているのか。お前はいいのか。よくはない。だが今はやるしかないんだ。はい。さっきのトレーニングメニュー見せてくれないかしら。ダメです。何も書いてないんじゃない。その染岡くんたちに自主トレをさせるための監督の作戦ね。わかりましたよ。自主トレといっても染岡くんたちが素直に従うはずがない。メニューがあると言っておけば監督の指示に従うよりはまだ自主トレの方がいいと思う。そういうことですね。はい。ところでメガネくんは特訓いいの？ほら、僕は稲妻キャラバンの知性ですから。特訓はちょっと。だったら手伝ってくださる？はい。うわ！すごい！フランス料理のフルコースだって作れるわ。で、何を料理するの？冷たい！頑張ってね、夏美さんも。もしかして飯盒でご飯炊くの初めてですか？飯盒でなくても初めてよ。いけないかしら。じゃあまずちょっとお水を入れてください。あ、はい。軽くかき混ぜて。お米の表面の汚れが取れますから水を捨ててください。あ、ストップ。予想はしてたけど、ここまで予想通りとは。何よ。うわー、なんか生きてるみたい。そろそろかな。みんなお腹空かせてるでしょうね。早く。もっと早く。俺がもっと早くならなきゃいけないんだ。俺がカットしてチームの誰かにつなげなきゃ。何やってんの。魔神ザハンドをもっと素早く出すために。回転に体を鳴らしてるんだ。もう一丁。サンキュー、トーコ。よし、私も。おい、何もトーコが付き合うことないだろ。ザ・タワーにも役に立つ。やるぞ、エンド。おう。これで勝てるのか。おお、いただきます。待って、手は洗ったのかしら。よろしい。僕も握ったんですよ。いや、芸術的な出来栄えで。特に梅の入ったおにぎりに注目してください。一つ一つ潰して。ちょっと聞いてくださいよ。あれ、監督は？そういや、いないっすね。お、みんな自主トレで汗かいたでしょ。
近くにお風呂があるからすぐに入ってきなさい。うわー、温泉っすよ、温泉。源泉かけ流してやんす。人ってやつだな。汗でベトベトだよ。エンド、一緒に入ろうぜ。ん？大げさなんだから。悔しいです。なんでやねん。あとで僕で。なんでやねん。どうもありがとうございました。そろそろ時間ね。女子はこっちよ。すっげえ、なんすかこれ。俺たちはこっちだ。あ、あなたの友達。ねえ、トウコさん、ちょっと聞いていいかしら。何？遠藤くんのことが好きなの？好きだよ。ああいうやつ大好きだ。男の子としてですか？そんなの関係ないだろ。友達として、サッカー仲間として大好きだよ。隣いいか？お、やっぱ壁山？なあ。なあ、うん？あのどこかにあいつらの星があるのかな。エイリア学園のか？どうなんだろう。俺にはわからないよ。知ってるか？今見えてる星の光ってさ、何百年とか前の光かもしれないんだぜ。どういう意味だ？宇宙ってさ、光の速度で走っても広すぎるんだ。だから今この地球に到達した光は何千年前とか何百万年前の光かもしれないんだってさ。へえ、宇宙ってすっげえ広いんだな。それに比べたら俺たちってすっごいちっぽけなもんだよ。そうかな。星の光は地球を目指してるんだよ。地球っていうゴールをさ。地球はゴールか。何千年、何万年っていう時間が俺たちに降り注いでるんだろ、この地球に向かって。そうだな。起床、出発の時間よ。いや、ほーい！ついに北海道だ！え、エキシュン！寒いっす！北海道ですからね。確かに、シカゴぐらい寒いな。どうしたんですか？人だ。どうしたんだ、こんなところで。乗れや。ありがとう。まだ寒い？うん、もう大丈夫。雪原の真ん中で何してたの？あそこは僕にとって特別な場所なんだ。北ヶ峰って言ってね。北ヶ峰？聞いたことあるぞ。確か雪崩が多いんだよな。うん。ところで坊主、どこまで行くんだ？蹴り上げられたボールみたいにひたすらまっすぐに。いいな、その言い方。蹴り上げられたボールみたいにまっすぐにか。なあ、サッカーやるの？うん、
好きなんだ。俺もサッカー大好きだよ。雪だまりにタイヤを取られた。ちょっと見てくるわ。ダメだよ。山親父が来るよ。山親父？あ、うん。うわ。もう出発しても大丈夫ですよ。まさか。まさかでやんす。だよね。おお、動く。よし、行くぞ。本当にここでいいのか？うん、すぐそこだから。じゃ。ありがとね。してばっかりだけど、一体どんなシュートを打つのか、その実力見せてくれ。ライモンイレブンと試合開始だ。次回、稲妻イレブン雪原のプリンス。これが超次元サッカーだ。別れはゲームセットじゃない。出会いのためのキックオフだ。